この度はご視聴ありがとうございます。岐阜市中心市街地回遊性協議会第7回岐阜市中心市街地創生シンポジウムの配信動画を司会進行柳瀬まちづくり会社三輪智夫でお届けしてまいります。さて今回のシンポジウムのテーマは地方創生のこれから、 JR 岐阜駅周辺から河原町界隈を題材にしてとなっております。それではまず今回のプレゼンターの方々のご紹介です。野田聖子衆議院議員、内閣府特命担当大臣、柴橋正直岐阜市長、高森正明玉宮まちづくり協議会会長、新野正明岐阜ホテル会副会長事務局長、水野拓郎劉少連事業委員長青年部長、平田秀樹柳瀬まちづくり会社代表社員、広瀬康之岐阜工業高等専門学校准教授、そして私三輪智夫柳瀬まちづくり会社業務執行社員、この8名でお届けしてまいります。まずはじめに野田聖子衆議院議員、内閣府特命担当大臣より地方創生のこれからについてお言葉を頂戴しておりますので、どうぞご覧ください。内閣府特命担当大臣の野田聖子です。今日はこのシンポジウムでオンラインで皆様方にお話を届けさせていただく機会を作っていただきました。岐阜市中心市街地回遊性協議会、そして合同会社柳瀬まちづくり会社の皆さんには、このシンポジウムに大変なご尽力と素晴らしい情熱を傾けていただき、こうやって私たちのふるさとの中心であるこの地域の発展のために頑張っていただいていることに心から敬意を表します。微力ですけれども、岐阜市の皆さんに育てられた国会議員の一人として、しっかりと自分の役目から恩返しできるように心がけていきたいと思いますので、どんどんリクエストをしていただければと願っています。さて今私はいくつかの担務を岸田総理からいただきました。内閣特命担当というのはその時代時代に極めて重要で、かつ見える化させていかなければならない政策課題について服役させていただく仕事です。で、私は現在ライフワークである女性政策、そして子ども政策、さらにはこのコロナ禍で極めて深刻になってきている孤独孤立対策の担務をさせていただく中で、やはり何といってもメインは岐阜県議会議員出身ということで、地方の活性化、地方創生を担う大切なお仕事を預からせていただいています。最近ではこのコロナ禍において地方自治体の皆さんが一人も住人の一人も取り残されずに、しっかりとこの危機を乗り越えていただくために地方創生臨時交付金をさまざまな形でお作りし、お届けさせていただいているのがもっぱらの役目であります。ただ今後はですね、そのお金を通じて目の前にあるコロナ対策だけでなく、やはりポストコロナ、今後コロナに打ち勝つ、またはある意味共存しなければならない場合もあるかもしれませんが、やはりそれぞれの地域での経済であり、または教育であり、さまざまな人の動きを止めないように進めていくためのお金としても活用できるようになっています。そんなものを通じて、ぜひ皆様方には岐阜ならではの、岐阜市中心市街地ならではの独自性、または多様性を発揮していただいて、自分たちのためのふるさとをしっかり自分たちの力で守っていく、そんな時代の1ページを開いていただきたいと願っています。地方創生という言葉はもう随分言い古された言葉でありますけれども、極めて大切なことが2つあります。1つは岐阜市だけではなくって、全国的に大変大きな人口減少が始まっているわけです。100年後にはもう大変な人数になるだろうと言われる中、実は地方は東京や大阪等大都市に先駆けて人口減少のトレンドに入っています。
これをいかに食い止めるか、つまり私たちはこれまで地方の活性は、都市依存、まあ、例えば東京の大企業が岐阜に来てくれると、岐阜は良くなるよねっていうような発想でした。もうそれは昭和の発想です。今私たちがかかっている、岐阜をかかっている私たちが今あるものを磨き上げてどう強くしていくか、まあ、そんなような時代の中で、大きなものから何かをもらうではなく、今あるものをどう大きくしていくかっていう新たな転換期を迎えていると思います。いずれにしても少子化というのは女性の問題とこう小さく捉えていると、地方はひとたまりもない時代を迎えてしまいます。やはり人あってこその地方、地方があってこその日本だという、原理原則を改めてこういうシンポジウムの中で共通認識として持っていただくことが大事です。地方創生は外の人を連れてくることではなく、中にいる人が強く育っていく中で、やはりその強く育っていく中でまたその大きな層を生み出していく、まあ、そういうことを地方創生としては取り組んでいく時代を迎えていると思っています。もう一つはやはり人の流れを止めるということ。とりわけ地方の悩みは、しっかりと教育を受けて能力を持った女性が、都市部へ、流出し、二度と戻ってこないということになっています。私も女性の一人なんで非常に分かりやすいんですけれども、一つやはり地方にある保守的な考え方、未だやはり男性の場に女性が交わることを良しとしない、空気感のようなもの、まあ、さらには、非常に能力のある女性があっても、その能力を生かせる仕事がない、こういうことで多くの私たちは地域を支える女性たちを失ってきています。結果としてやはり女性がいない地方には子どもたちは出現してこない。こういうものを改善していく、まあ、今まではインフラ、道路があれば、そのアーケードがあればということで、商店街は生き残れると思って、取り組んできましたけれども、そうではなくソフト、男女問わずやはりそういう人材をしっかりと留めていくこと、そしてその人の能力を使って岐阜の魅力を外に広げていくことっていうことが肝要だと思います。まあ、その中で、非常に女性の力が弱くなっているっていうのが都市部に比べて地方の、現象だと言います。そういうものをいち早く、岐阜の皆さんには気づいていただき、そして取り戻していただけるような気づきのシンポジウムを作っていただきたいと思います。今大切なのは、地域の安全安心、これはやはり国が責任を持って国土強靭化の名のもとに取り組んでいきます。ただやはり行政政治が担えないものはソフトパワーです。ソフトパワーはやはりこの岐阜を愛する人たちがその岐阜の魅力、他にはない岐阜の力を見出してそれを発出することに他ありません。そういう人材養成の場がまさに今日のシンポジウムであり、皆様方が取り組んでいる岐阜市中心市街地回遊性協議会、さらには合同会社柳瀬まちづくり会社から発信していく大きな力だと思っています。どうか実りあるシンポジウムを開くことによって、さらなる多様性、さらなるさまざまな人材の取り込みにチャレンジしていただける皆さんであってほしいと願い、私の方は国で、そして担当大臣として、必要なご支援をどんどん発出させていただきたい、そのことを約束申し上げまして、私からのご挨拶と返させていただきます。ありがとうございました。続きまして、柴橋正直岐阜市長より回遊性のあるまちづくりについてお話しいただきます。どうぞご覧ください。皆さんこんにちは、岐阜市長の柴橋正直です。まあ、今日は回遊性のあるまちづくりについて皆さんにお話をさせていただきます。こちらの画面ご覧ください。これは岐阜市がセンターゾーンの未来風景というものを発表し、市民の皆さんにこれからの岐阜市がどのようにまちづくりが進んでいくのかということを分かりやすくお示しをしたものです。このセンターゾーン、この部分がセンターゾーンですけれども、4つのエリアから成り立っています。1つは駅周辺エリア、
一つは柳瀬エリア、また一つは司の町エリア、で最後に岐阜公園エリア、まさに岐阜市の中心市街地を代表するエリアです。今この各エリアを中心にさまざまなプロジェクトが進んでいます。例えばこの駅周辺エリアを見ますと、ここは JR 岐阜駅、名鉄岐阜駅がありますけれども、 JR 岐阜駅の北側では今再開発事業が進んでいます。また名鉄岐阜駅も名鉄名古屋本線鉄道高架化事業が進むことによって、鉄道が高架になるだけでなく、名鉄岐阜駅やさらには周辺の不動産開発も含めて、これから大きく街が動こうとしています。次に柳瀬エリアですけれども、ここは今皆さん岐阜高島屋の南の柳瀬グラッスル35再開発ビルの建設が着々と進んでいるのをご覧になっていただいていると思います。このビルは2022年度には竣工いたしますので、本当に柳瀬が大きく変わってきます。また岐阜市として今この柳瀬の中にある旧長崎屋の跡について、今都市計画決定をしようということで準備を進めてますけれども、この旧長崎屋を柳瀬広場、まさに市民の皆さんに自由に使っていただける公共空間として整備をしていこうと考えています。次に司の町エリアですが、ここは岐阜市役所の新庁舎、そして皆さんに大変ご利用いただいているみんなの森岐阜メディアコスモスのある場所です。ここはまさに司の町、行政とか市民の皆さんの公共的な利用ということで、この場所を整備をしてきました。岐阜公園エリアはここにありますように、一つは何といってもですね、史跡岐阜城跡整備基本計画の策定をしましたが、これから山上部の城郭景観の復元、山麓の信長公の庭園の整備など、岐阜城の本物の価値を皆さんにお伝えできるように整備を進めていきます。またこの水辺空間には河原町づくりというですね、計画を認めていただきましたが、この河原町から長良川の両岸に至るまで、さまざまな環境整備、また市民の皆さんにこの水辺空間を自由に使っていただける、そんな町づくりを今進めています。さてこういったセンターゾーンですけれども、回遊性ということも非常に重要です。各エリアごとにプロジェクトを進めながら、いかに市民の皆さんに、また観光でお越しいただけるお客様に回遊をしていただけるかということで、2つの点で今日はポイントをお話をしたいと思います。まずこの柳瀬エリアと駅周辺エリアをつなぐ場所、ここに小金公園があります。これまではこの小金公園、整備をされた時に多くの皆さんにご利用いただいてたと思いますけれども、近年、非常にこの小金公園が逆にですね、この大事なエリアをこうつなぐ役割ではなくて、こう分断してしまうような、そういった空間になっているのではないかという声もたくさんお聞きをしてきました。現在この高島屋南の再開発事業に合わせて、小金公園もセントラルパークとして再整備を進めています。同じく2022年度には、完成をいたします。でなぜこの小金公園のセントラルパーク化が回遊性につながるのかということですけれども、公園というのは、単にそこにも憩いの場としてお越しいただくのはもちろんですけれども、さまざまな例えばマルシェを行う、イベントを行う、あるいはこれからの公園というのは芝生も整備いたしますが、この小金公園の芝生で体操をしていただいてもいいし、いろんなこう市民の皆さんの多様な活動の場として使っていただきたいと思っています。この公園の整備に入るにあたって、オープンスペースラボ in 小金公園という社会実験を行いました。その時にはこの小金公園にお越しの方が柳瀬商店街にも足を運んでおられるという、そういう調査結果も明らかになりました。まさにこの公園が多くの人が集まる場所になることによって、商店街との会話も生まれますし、またこの商店街でも多様な皆さんの活動、そして商店主の皆さんの顔の見えるですね、商売があるわけですけども、こういったお客様が小金公園も憩いの場としてご利用いただく、まさにお互いにですね、ぐるぐるとこう回遊する、
で、この人の流れがさらに再開発、そしてまあ今も玉宮も多くの商売がありますけれども、駅前と人の流れがつながってくる、まあ、そうした大事な場所としてこの小金公園、まさに公共空間を生かした街づくりを進めていきたいと考えています。もう一つはこの司の町エリアですけれども、ここにみんなの森岐阜メディアコスモスがありますが、このメディアコスモスの中にシビックプライドプレイスを今整備をしています。で、このシビックプライドというのは地域に対する愛着や誇りという意味ですが、このシビックプライドプレイスはどういうものになるかというと、この場所から例えば岐阜市内のさまざまなポイントをですね、ここで皆さんに発見していただいて、街歩きの地図もですね手に入りますけれども、そういったものを見て、じゃあ実際に行ってみようということで各地に足を運んで行かれる方がいらっしゃる、そういった街をつなぐまさに地の拠点としてのメディアコスモスの役割をさらに高めていこうというのがこのシビックプライドプレイスですので、たくさんの発見や気づき、岐阜の街のまさに再発見というものがですね、このシビックプライドプレイスから起きてきます。そしてこの今高島屋南の再開発ビルの中では、子どもたちの絵本もですね読んでいただける空間を作っていこうということで今準備をしています。ここには中保健センターも移設をするということで、例えば3ヶ月検診6ヶ月検診、小さいお子さんをお持ちの子育て世代の方が子どもたちを連れてこの保健センターにお越しになり、あるいはいろんなお悩みがあったら相談もしていただける、さらにコロナ禍では子どもたちが自由にですね屋内で運動もできる空間を作りますが、そこに絵本というキーワードを入れることによって、ここで絵本に親しんだ親子がですね、実際に今度はメディアコスモスにつながってここで本を借りる、あるいは駅前にも図書館ありますから駅前にも来ていただける、まさにこの柳瀬エリアからもメディアコスモスからもさまざまですね街につながる、回遊性につながる、そんな仕掛けを私は街づくりの中で実は施しているんです。まあ、このセンターゾーンというものを皆さんに今日は知っていただき、それらを多くの方がこうぐるぐると回遊して街のにぎわいを作っていただける、そんな挑戦を今進めておりますので、ぜひ皆さんも完成の暁には大いに利用し、みんなで岐阜市を盛り上げていきたいというふうに思います。ご清聴どうもありがとうございました。さて、続きましては高森正明玉宮まちづくり協議会会長より玉宮通り商店街の特色についてお話しいただきます。こんにちは、玉宮まちづくり協議会の高森正明です。本日は玉宮通り商店街にお越しいただきまして誠にありがとうございます。玉宮通り商店街の特色は、駅前に繊維問屋街という大きな商業集積地がございます。この駅前商店街、柳瀬商店街のちょうど中間に位置し、そこで大きく発展した商店街であります。戦後駅前繊維問屋街が発展した頃において、この玉宮通り商店街には主に魚屋さん、そして肉屋さん、旅館が5軒もあったというのが特色でございます。全国から岐阜の繊維問屋街に仕入れに来られた皆様方が泊まれる商人宿というものが5軒ございまして、大きく発展したというのがございます。駅前玉宮の居酒屋さんはそれぞれ個性を生かした居酒屋さんがいっぱいありますので、安くて美味しい居酒屋さんばかりで、そういったところが大きな魅力であると思います。どうぞ皆様方、お越しくださいませ。玉宮の居酒屋さんは特に女性に人気があるお店です。中でも浅草で有名な電気ブランというお酒がございます。この電気ブランは昭和の初期、ちょうど口に入れますとビリッとくるような感じが、例えで電気ブランというふうに言われておりまして、一口に飲めばもうこれはもう頂点で天国に行くような感じのお酒でございます。皆様どうぞ一杯お召し上がりくださいませ。それでは皆様方には最後でございますが、玉宮通り商店街からのお願いです。回遊性という特色を生かしながら、玉宮へ柳瀬から、そして長良川温泉街から皆様のお越しをお待ち申し上げております。さらには中国、東南アジア、世界からのインバウンドのお客様を対象とした美味しい料理を楽しんで
いただきたいと思っています。ぜひ皆様方ご来場いただきますようお願い申し上げます。次に新野正明岐阜ホテル会副会長事務局長より岐阜ホテル会の活動と玉宮のにぎわい復興についてのお話です。岐阜ホテル会の事務局長をしております新野と申します。よろしくお願いいたします。まず岐阜ホテル会のご説明をさせていただきます。岐阜ホテル会は平成5年に設立いたしまして、現在は一般社団法人として活動をしております。岐阜駅前長中藩を中心に14ホテルで構成しております。情報共有はもちろん、現在は有識者の方を招いて勉強会セミナー等を開催しております。また地域経済の活性化を目指し、岐阜エリアの情報発信や社会貢献に努めてまいりました。現在ではウィズコロナ、アフターコロナを見据えて岐阜駅前のホテルと飲食店さんと力を合わせて玉宮のにぎわいを再興しようと活動しております。次に私たちの活動をご説明させていただきます。岐阜駅北地域はかつては本屋街としてにぎわい、現在は飲食店中心とする繁華街に変革いたしました。しかしながら新型コロナウイルス感染症によりそのにぎわいは失いつつあり、玉宮にぎわい再興プロジェクトを策定し、岐阜駅前の玄関口をにぎわいを再興させようと今活動をしております。そのためにまず玉宮エリアの構築に現在取り組んでおります。まず組織体制の見直しというところで、飲食店さんが中心となりますが、全員参加の組織づくりを構築したいと考えております。また情報交換や意見交換ができる事務局を玉宮に設置いたします。2つ目に新たなコンテンツにチャレンジというところで、玉宮を楽しんでいただける回遊チケットを販売する予定でございます。また飲食店の営業前を会議室としてご利用ができる玉宮駅前会議室を販売する予定でございます。これは少人数のマイスを駅前に誘致する目的としております。また地元旅行会社さん、地元企業さんにご協力をいただきまして販路を拡大したいと考えております。3つ目に玉宮のブラッシュアップとして DX の導入、玉宮にある飲食店宿泊施設等点から線、線から平面にしまして玉宮を構築したいと考えております。そして情報を一元化しリアルタイムに魅力ある玉宮を発信できるように考えております。そして岐阜の玄関口である東海エリア有数の繁華街である玉宮のにぎわいを再興することにより岐阜市全体のにぎわい再生に寄与できるような活動を今後考えております。以上、岐阜ホテル会の活動をご報告させていただきました。さて、いよいよ柳瀬商店街までやってまいりまして、水野拓郎龍翔連事業委員長青年部長より青年部の活動と龍翔連全体の取り組みについてのご案内です。はい、皆さんこんにちは。岐阜柳瀬商店街振興組合連合会の水野です。私はですね、柳瀬商店街の本通りの1丁目入り口にあたるところでオーダースーツのお店をまず経営させていただいております。商店街全体では青年部、若いメンバーを集めて青年部を作りまして、そちらの方の青年部長を務めさせてもらいながら、柳瀬全体では事業委員長の役職を拝命しておりまして、商店街全体でどういう事業をやっていくのか、どうやってにぎわいを取り戻していくのかといったところをテーマに活動させてもらっております。私の方からはですね、商店街がどういうことをやってるのかという部分について、若い青年部のメンバー中心の動きと柳瀬商店街全体についてお話をさせてもらいたいと思っています。まずですね、青年部、2年前からですね、このコロナと立ち上がりが同時期になってしまったので、まだ大きい動きとしてはできておりませんが、柳瀬およびこの周辺中心部でお店を経営されている45歳以下のメンバーを中心にですね、青年部というものを作りました。そちらのメンバーで今大体20名弱ぐらいいるんですけれど、日頃ですね、互いにまず互いのことをよく知ろうという形で懇親会だったりとか、最近は朝活を週1回みんなで話しながら情報交換をしたりとかですね、あとは新しく商店街に入ってきた若いメンバー、この人が商店街に馴染めるように一緒に交流を図っていて、お互いのお店を行き来したりといったようにですね、若いコミュニティを作っております。でそれだけで終わるのではなくてですね、せっかく若いメンバーが集っているんだからという形で、今来年度柳瀬商店街の公式 YouTube を作ってですね、商店街の自社メディアを持とうという形で今その動画というのを撮って自分たちで編集をしているところです。
まあ、来年度になりましたらですね、またこれも全体に対して発信していきたいと思いますんで、よかったら皆さんチャンネル登録をしていただければと思います。そしてですね、柳昌連、柳瀬商店街全体の動きについても話をしたいと思います。皆さんご存知の通り、今柳瀬商店街においてはですね、非常にマンション、新しいマンションがたくさん建っておりまして、今最後の大きい高島屋南、こちらのところの新開発グラッスルがですね、今着実に大きくなってきております。まあ、こうした人口が増えるといったようなところを商店街としてどう捉えていくのか。でもう一つ考えなければいけないのが、まあ、これまで商店街というのはですね、とにかくイベントをやって、まあ、にぎやかしをして目立って、で人に来てもらって出店者を増やしてということを考えてきましたが、やはりこのコロナになってからそうしたイベントというのをなかなか打てなくなってしまいました。じゃあその中で商店街活動をどうやっていくのかという部分で、まあ、まだ形はいろいろ正直模索をしている最中ではあります。ただやっぱりその中でもですね、まあ、イベントに頼らず日常的にお客様がたくさんこの街に来てくれるような仕組みを考えていかなければいけない、そんなふうに思っております。ですので、まあ、先ほど青年部の動きで、ね、若いメンバーが商店街を自社メディアとして YouTube で発信をしていく、まあ、こんなような動きもありますし、イベントで一日ドカンと人に来てもらうというだけではなくてですね、まあ、あるいはあの作品の発表会であったりとかコンテスト形式のもので、まあ、あの商店街に来てもらう期間を1日に凝縮するんじゃなくって、これを1ヶ月間、ね、作品を展示したりしたりをしたりしてですね、あの商店街長いスパンで皆さんに来て足を運んでもらうといったような展開なんかも来年度は考えていきたいというふうに思っております。実際ですね、あのコロナになってからこの商店街への出店相談、逆に増えております。でこれまでは新しく事業を始めるといった方の相談が非常に多かったんですけれど、コロナになってからちょっと風潮が変わってですね、これまで他のエリアで事業をやっていた方がこのコロナをきっかけに中心部で事業をやりたいという形で、かつ多くのお店様が入ってくれております。これはこれまでになかった動きだと思っておりますし、これから人口が増えていく、あるいはコロナを踏まえた上でどうやって新しい商店街の形を模索するのか、ここら辺をですね、うまく混ぜながら新しい商店街の形、若いメンバー中心に、ね、やっていきながら盛り上げていきたいなというふうに思っております。そしてですね、私自身柳瀬で活動しておりますけれど、ここから考えなければいけないと思ってますのが、いかに中心地全体、こちらの回遊性を高めていくのかという部分を本当に今後力を入れなければいけないなというふうに思っております。例えば今柳瀬商店街の南に位置する小金公園をですね、芝生化していたりとかですね、これまで、まあ、駅前の地区と柳瀬商店近いようで分断されてたところがですね、そこの接着ポイントとなるようなところのエリア開発が進んでいたりもしますし、あるいはこうコロナ禍で観光客が減ってしまっているとはいえですね、やはり岐阜には歴史のある河原町周辺であったりとか、まあ、岐阜町中心といったようなエリアもございますので、そこが今個別に分断されてしまっているところをいかにしてつなぎ合わせていくのか、商店街は商店街で頑張るのはもちろんだと思うんですけれど、これをこのエリア、この岐阜市の中心地全体として捉えていくというのも多分今後の大きなテーマになると思って考えていきたいと思っております。あとはですね、弊社がまあオーダースーツという形で服飾の仕事をやらさせてもらっています。やっぱり岐阜はですね、まあ、少し昔と比べて勢いがなくなったとはいえ繊維で栄えてきた町、まあ、今でもですね、まあ、大きい規模の会社さん、繊維産業も一つの一角を岐阜の経済においては担っていると思っています。じゃあその中でなかなか最近アパレル関係、服飾関係で目立つ、あるいはなんかいい話の少なかったかもしれないんですけれど、私ここ2年間ですね、商店街で柳瀬ハンドメイドコンテストというものをですね、うちの町内でやらさせてもらっております。これが結構新しい発見でした。これはですね、趣味でハンドメイド、自分の家で子供服を縫ってますとかですね、まあ、もちろん学生さんもいるんですけれど、縫うのが趣味という人たちに向けてコンテストを実施したんですね。作品を応募かけて、だいたい1ヶ月ぐらいかけて作品を応募したんですけれど、スカートであったりトップスであったりとか、それを応募したところですね、まあ、去年も一昨年も、まあ、50作品も集まってですね、非常にこのもちろん岐阜市界隈もそうなんですけれど、名古屋あるいは東京からも今回は応募があったりという形でですね、結構やっぱりこの岐阜市というのの服飾を趣味にしている人という部分のニーズは非常に強いなというのを感じています。これまで服飾関係というと、自分たちからすごいブランドを作ってそれを発表していって、すごいきらびやかな世界というのも多かったと思うんですけれど、私思いますのが、やっぱり自宅で縫いたいという人も一定数多くいますけれど、そういう人たちの披露する場がなかった。これまでなんかそれをこの中心地である柳瀬商店街、昔は見せる方のファッションで栄えた街だと思うんですけれど、今度はですね、自分たちから作ったものを発信するといったような違う切り口のファッションでまた賑わっていくのも面白いんじゃないのかなというふうに思っています。せっかく繊維の街ではありますんで、繊維と
ね、柳ヶ瀬商店街中心部というのもですね、中心市街地のを混ぜながらうまくやっていくような展開も考えていきたいなというふうに思っています。さて続きましては、岐阜市中心市街地回遊性協議会の事務局も務めております柳ヶ瀬まちづくり会社平田秀樹代表社員より、柳ヶ瀬まちづくり会社の今、そしてこれからの取り組みについてのご案内です。皆さんこんにちは。合同会社柳ヶ瀬まちづくり会社代表社員の平田秀樹です。今日はですね、柳ヶ瀬まちづくり会社についていろいろお話をしていこうと思います。柳ヶ瀬まちづくり会社の歴史についてお話ししていきます。2012年なんですが、今から10年前、岐阜県の事業で生まれました。その当時ですね、岐阜県と岐阜市が一緒になってプロジェクトチームを作りまして、その翌年の2013年、合同会社柳ヶ瀬祭り作り会社が生まれました。その年、同じ年に岐阜市の中心市街地回遊性協議会も生まれました。2年前に私代表を就任させていただきまして、現在に至ります。私ですね、平田秀樹、13年まちづくり関わってきておりますけども、なぜまちづくりやっていくのというのを聞きますので、ここでお話していきますと、私が現在ですね、稲葉通りのバス停の前に代々ですね住んでおりまして、約1000年近く開業しておりまして、その中で544年前の応仁の乱の後にですね、名字台頭ということで平田という名字をいただきまして、私がそれから現在20代目ということで、代々いろんな先祖がですね、岐阜の町づくりに対して尽力してまいりました。そこで私としてはですね、現在平成令和の時代にはこの柳ヶ瀬を中心にですね、岐阜市中心市街地を活性化していきたいということで、町づくりを関わらせていただいております。現在柳ヶ瀬商店街の健全な発展のためにをコンセプトに町づくりを進めております。大きく3つの柱を掲げておりまして、1つは創業育成支援を行う、そしてもう1つはですね、広告やイベント収入で町づくり会社の収益を上げていきたい。3つ目は新しい生活様式に合わせた商店街を作っていきたいと思います。例えば商店街を動画で紹介するとかですね、実際に商店街の商品をネットを通じて販売したりとか、 SNS を通じて商店街や中心市街地を紹介していく、そのようなことをできればと思っております。その中で経済産業省の事業で全国から4名の専門家の方に柳ヶ瀬町づくり会社に来ていただきました。空きビルを活用した事業やデジタルサイネージを使った広告事業などについて、事業のポイントやノウハウを教えていただきながら、来年以降ですね、どのように事業を進めていくかなど具体的に教えていただきました。来年以降につなげていきたいと思います。最後となりましたが、この3月ですね、柳ヶ瀬まちづくり会社として事務所を設けます。場所はですね、柳ヶ瀬通り3丁目本通り、柳ヶ瀬通りでいうと本通りありますけど、そちらにですね、その1階に事務所を設けますので、ぜひ皆様オープン後はですね、近くに来ましたら立ち寄っていただければと思います。さて続きまして、長らく岐阜市のまちづくりをご支援いただいております広瀬康幸岐阜工業高等専門学校准教授より、岐阜市役所から河原町までについてのご案内です。岐阜工業高等専門学校環境都市工学科広瀬康幸と申します。岐阜市役所について紹介をいたします。令和3年1月に竣工し、令和3年2021年5月に開庁をいたしました。この岐阜市役所のすぐ北側にはみんなの森岐阜メディアコスモスがございます。多くの市民の方が文化や歴史、そして市民活動、そして多文化交流の様々な活動を行う拠点になっています。岐阜メディアコスモス司の町からもう少し北の方に行きますと、岐阜町と呼ばれる地域になります。この岐阜町、そもそも岐阜町と名付けられたのは1567年に織田信長公が岐阜城に入城したことによるものと言われています。その城下町としてこの岐阜町は栄えることになります。さて、この司の町から岐阜町に入るには中雪用水というものがございまして、そこを越えると岐阜町というものになってきます。そこには平田橋という橋があります。岐阜町に入るための平田橋を越えると、いよいよ稲葉界隈、そして河原町と進んでいくことになります。河原町というのは長良川の水運で栄えた町になります。この船による水運、北からは郡上あるいは美濃から木材や和紙を運んできます。
美濃和紙は非常に有名なもので、これを材料に岐阜提灯ですとか和傘、そしてうちわといったようなものが産業として成り立ってきます。また南の方からは農産物、桑名から農産物を運んでくることになります。それらによって岐阜町、河原町が栄えることになります。さらに岐阜町、河原町のすぐ前にある長良川はとても大きな観光資源にもなっています。特に大きなものは鵜飼、この鵜飼は約1300年の歴史があると言われていますが、それと同じように岐阜町、河原町に栄えたものとして温泉街があります。この長良川温泉は約1300年の歴史があると言われています。かつて長良川温泉の浴衣を着て柳瀬まで出向いてこられる方々がたくさんいらっしゃいました。多くの方が町に来て、そして温泉で楽しんだ後に岐阜の町、柳瀬の方まで出向いていくというような回遊性が成り立っていました。このように岐阜駅、玉宮町、柳瀬、岐阜市役所界隈、司町、そして岐阜町、河原町といった町全体で交流して、そして市民の皆さんがおもてなしを町全体でしていくっていうのがとても大切になってくると思います。最後となりました。私、三輪友より、岐阜市の町づくりと回遊性のこれからについてご案内させていただきます。まずはじめに改めて柳瀬商店街の歴史を俯瞰してまいりましょう。岐阜市、そして柳瀬町の誕生は明治22年1889年のことです。明治時代に呉服店の進出から始まりまして、大正時代には博覧会も開催されました。昭和となりまして、街路灯やブロック舗装も整い、名門商店街が形成されていきました。昭和20年の岐阜空襲では一面焦土と化してしまいますが、商人魂で早々に復興を遂げました。そして100周年の頃には劉商連は700店以上の会員店で構成されるに至ります。その後、人々の生活様式や消費形態の変化、さらには郊外型店舗の流盛などの波が押し寄せました。そして多様化する消費者ニーズと従来型店舗の間にギャップも生じました。最近となりまして、マンション建設や公園整備が進み、住みよい街に変化しようとしています。そうした中で、コロナ禍などの影響もあり、新しい生活様式に適応した商店街の在り方を模索する段階になっています。さらに今後は地域商業機能の複合化、そして新しい機能の導入を推進することが求められています。さて次に、現在2系統あるまちづくりの取り組みについて解説してまいります。一つにはタウンマネジメント機関 TMO、 一方で都市再生推進法人、中心市街地活性化法に準拠するのに対して都市再生特別措置法のもとに作られています。民間主導という特性に対して行政主導という特徴があります。かたや産業政策として経済産業省が所管するのに対して、都市計画として国土交通省が所管しています。出店や開業支援、イベント開催、DX 導入に対して商店街空き店舗のリノベーションが行われます。行政や組合組織の機能限界からその設立が求められたのに対して、大きな箱作りから小さな箱作りへという発想が起点となっています。また私たち岐阜市中心市街地回遊性協議会、一方で岐阜商工会議所が事務局として運営する岐阜市中心市街地活性化協議会があります。課題としては経営基盤の確立、すなわち活動原資の確保、一方でインフラの整備から真のにぎわい創出ということがございます。そして今求められているのが官民連携、公民共創のまちづくりです。さて次に、先ほど出てまいりました機能限界という観点から、まちづくり会社がなぜ求められてきたのかについて解説してまいります。事業の性質はエコノミックワーク、ソーシャルワーク、ライフワークの3つに大きく分類体系化することができます。その目的は利益の最大化、ビジョンの実現、理想の暮らしの実現です。その起点となるのは株主のために、社会のために、私のためにとなります。戦略立案方法として、利益、売上、費用をもとに検討します。社会的成果、支出、収入をもとに考えます。世界観創造、価値創造、収支試算、この3つが元となります。同業者との関係は競合、
協業、友達、こういった性質を持っています。こうした背景から、公益性、公共性を担保して実現するためにソーシャルワークとしてのまちづくり会社が求められているわけです。さて、続きまして、これからの柳瀬商店街のビジョン、そしてあるべき姿についてご説明してまいります。そのビジョンとは、にぎわいあふれる柳瀬商店街で充実した日々を送れるようになるというものです。そのためには、まず商業活動の支援を行います。地主、家主、商店主がにぎわい創出に一体となります。新しい生活様式に準拠した商店街の模範となります。そして社会活動の支援を行います。数多くの賛同者で毎週何らかの活動が行われます。すると、地域に貢献したという精神的な住職が得られます。また知的活動の支援を行います。子どもからシニアまで幅広い人々が日々交流するようになります。すると、文化的な生活で知性と理性が育まれる町となります。さらには心身活動の支援を行います。明るい笑顔であふれ、将来に希望が持てる町になります。すると、心身ともに健康な人々が集い、関係人口が増加します。こうしたことを実現するために、柳瀬まちづくり会社は活動を進めてまいります。それでは、具体的に柳瀬まちづくり会社の役割と機能についてのご案内です。場所や公的支援制度の提供にとどまらず、事業者すなわち商店主の成果にコミットします。ワークショップなどによる啓蒙啓発、経営相談、情報発信で事業を支援します。スタートアップの成長ステージや事業者の知識・経験値のレベルに応じた支援プログラムを提供します。創業塾やビジネスプランコンテストを通して優秀な創業者を発掘します。柳瀬商店街の活性化と永続的な発展に寄与する方策を次々と打ち出します。イベント主催で来店誘導を図り、広告収入から事業収益の確保を図ります。DX の推進で新しい生活様式に適応し、商業機能の複合化に取り組みます。公的資金を獲得して、地域の根源的な課題の解決に向けた方策を導き出します。そして全国の模範となり、費用対効果の高効率な好循環型モデルを構築します。こうした取り組みから、広く人材、魅力、投資、付加価値を柳瀬商店街に集約してまいります。こうした取り組みをもとに、岐阜市中心市街地回遊性協議会は、岐阜駅前玉宮エリア、小金公園神田町通りエリア、柳瀬商店街商業エリア、司の町館長エリア、岐阜町稲葉神社エリア、河原町長良川温泉エリア、それぞれに働き住む人々とともに、柳瀬まちづくり会社と一体となって、岐阜市が進める都市計画に連動する形で、岐阜市内の回遊性を高める仕組みづくりに取り組んでまいります。岐阜市中心市街地回遊性協議会は、地元で活躍する商店主を軸に、民間主導で稼ぐまちづくりを担い、公民共創のまちづくりを目指しています。皆様のご参加あってこそのにぎわい創出です。どうぞこれからもますます多くの方々にご参画いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。以上で、岐阜市中心市街地回遊性協議会第7回岐阜市中心市街地創生シンポジウムを終了とさせていただきます。なお、この事業は岐阜県の補助を受けて行われています。長らくのご視聴ありがとうございました。